鈴村愛理は日本の AV 女優。ロータスグループ、ジールグループを経て2017年12月よりナックスプロモーション所属。神奈川県出身。2013年2月、アダルトビデオメーカープレステージの専属女優として AV デビュー。デビュー年は DMM18 の月間 AV 女優ランキングで20位、1円、動画ランキングで1位。 ビデオ動画週刊作品ランキングベスト100で1位、ビデオ動画月刊作品ランキングベスト100で1位、月額 DVD レンタル月刊 AV 女優ランキングベスト100で2位、ビデオ動画月刊 AV 女優ランキングベスト100で1位にランクイン。2014年4月24日に開催された DMM アダルトアワードの受賞式で出演作である絶対的美少女お菓子し,します。 アクト32が配信部門の最優秀作品賞を受賞した。なお、2015年以降、同アワード最優秀女優賞選考基準をクリアしているが、本人の希望により、ノミネート対象外となっている。2015年現在、出演 DVD 累計売り上げ枚数50万枚、DVD 売り上げ金額約5億円。いずれもプレステージ出演女優歴代1位。 2020年12月、フラッシュ2020年現役最強セクシー女優ベスト、100読者投票、第5位選出。2021年8月発表、読者300人が選んだフラッシュ2021、セクシー女優ランキング読者投票6位。趣味はお菓子作り。誤り癖があり、黒ひげ髭機一発が弱い。メディア露出は、基本的に行わない。 メーカー表記のない作品はすべてプレステージから発売。2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年。メーカー表記のない作品はプレステージ VR からのリリース。突起のないものはエンタ。959での放送。日付は初回放送日。ありがとうございます。